はい、ゆきです。今日はですね、なんと朝起きたらですね、カマキリが卵を産んでいたんです。オオカマキリね。オオカマキリのメス。まさかね、僕ヤフオクでね、群馬県産のやつを買ったんですよ。でですね、まあ、野生だったら、まあ、ワンチャンっていうか結構な確率でね、卵を産むだろうと思ってたんですが、現在、もう、カマキリを購入してからですね、いつ購入したんだっけ？カマキリ17日に購入したんですけど、もう1週間と9日ですね。全部で、買ってから9日経ってるんですよ。で、全然、卵産まねえから、これ、交尾してねえな、とかって思って諦めてたんですけど、いきなりね、今日ね、起きたら、卵産んでまして、あれ、なんかおかしいな、と思ったら。ね、卵産み始めてたんです。でですね、実は問題がありまして、現在、そちらですね、卵、産み終わったんですが、なんと、現在どこに卵があるかとすると、じゃん。あそこ。あそこにね、俺のこのワンルーム結構ロフトがあるんで、天井の方があったかいと思って、天井の方にね、昨日移しといたんですよ。あそこに置いといたんですよ。で、そしたら卵産んでたんですね。でね、実は問題がありまして、こちら持っていきますけど、このカマキリちゃんです。なんと、何が問題かと言いますと、今、卵産み終わって、今ちょうどね、動き回ってるところなんですが、こちらね、この、天井に産んだんですよ。卵。まあ、それは問題、刺して問題じゃない。本来、この、ね、割り箸をね、束にしたやつに産んで欲しかったんですけど、まあ、大体ね、カマキリってね、上に産む習性がある。で、問題なのが何かっていうと、何が問題かと言いますと、なんか微妙にちっちゃいんですよね。なんかね、ほら、見て。なんか微妙にちっちゃいんですよ。これわかるかな？なんかちっちゃいんですよね、こいつ。ほら。なんか普通の卵より、あれちっちゃくねえのか。あ、でもそこそこそんなにちっちゃくないのかな、これな。あ、でも見た感じそこまでちっちゃくないな。でもなんか若干ちっちゃいんですよ。で、なんか若干ちっちゃいんですよね。わかっかな？なんか若干ちっちゃいんですよ。もっとオオカマキリの卵ってもうちょっと、これ3分の2ぐらいでなんか止まっちゃったのかな？ってわかんないんですけど、僕がね、上に置いといたらですね、俺知らなくて、まあいいやと思って、普通に朝起きて、なんかここら辺通るんですよね、ここら辺ね。通ってたら、結構多分、産んでる時だったんですよ。その時が。で、多分ちょくちょくよく通るんで、ここら辺をね。通ると大体頭の上のあたりに、そのカマキリがいるんですけど、それで産んでる時に、やっぱりちょっと、まあ、いわゆる目障りだったのかなと、俺がね。俺がちょくちょく通ってたから、目障りで、で、気づいた時にはもう卵を、もう、半ば産んでたんですよ。で、いつどれぐらいかかるかなと思ってずーっと見てたんですけど、なんだかんだでね、7時間ぐらいかかりましたね。卵を産み終わるのに。で、ようやくね、7時間後にね、今、動き回ってますけど、これ今、ちょうど、産み終わって直後ぐらいの時ですね。7時間もかかりました。だから、おそらく俺がね、視界に入ってね、うざい感じで、うざかったんでしょうね、おそらくね。なんか、危険因子があったから、途中で止めたのかもわかりません。
でね、ちょっと触るとですね、でもちょっとまだ若干固まってねえな。若干固まってないですね。なんかね、大きさがね、ちょっと3分の2ぐらいなんですよ。俺の個人論ですけど。個人的な理論だと、なんか3分の1足りないんですよね。大きさがね。これ結構卵、見てる方だったらわかると思うんだけど、まだあるだろ、もうちょっとあるだろっていう時で、なんか止まっちゃってるんですよ。で、カムキンがずっと固まってて、あれこいつ卵もっと産まねえのかな、3分の2でなんか止まっちゃってんだけど、みたいな感じで、ずーっと固まってたんですよね。で、今もう動き出しちゃったんで、多分俺のせいなのかなと思いますね。やっぱり新聞紙とかをかぶせて、置くべきだったんではないかなと思います。まあ今更ながらですけど、もしかしたらカマキリって、俺知らないんですけど、カマキリって複数卵を産むことがあるらしいんで、まあ、2、3個産む可能性があるらしいんですよ。だからね、もしかしたらまだ産む可能性があるので、まあ今後はちょっとね、新聞紙で目隠しをして置きたいと思います。もしかしたら、あ、落ちたね。可能性としてありえますか。まあでもなんだかんだで卵を産んでくれたんで、まあ良かったです。この卵は多分乾燥してくると、ここをずらすとこうやってポチってシュッて取れると思うんですよね。大体ね、一般的に俺がよく昔あったんですけど、結構これ皆さん、こういうタイプの飼育ケースで飼ってると、大体この網目状のとこに産んじゃうんですよね。で、取れないんですよ。網目だから。もう完全に固着しちゃって、どうしようかっていう時が結構あると思うんです。それを俺はあえて理論、そういう可能性を考えて、こういうプラスチックの完全にこういう、ツルツルしたタイプ、このツルツルね、したタイプの、これ100均で、これパン屋さんっていう、飼育ケースじゃないんだけど、これ米びつですね。にね、あえてね、を購入してね。で、しかもこういうね、こういう枝もね、自作したんですけど、全く効果なかったです。ここに産んでくれればよかったの。産んでくれないですか？カマキリって結構産まないんです。結構ね、枝とかにね、全然産まなくて、ね、飼育ケースの上とかにね、産んじゃうんでね。網目のところだったり産むんで。まあ、でもカマキリに卵産んでくれたんで、これは引っぺがして、あれに、冷蔵庫で保存したいと思います。でですね、こっから重要なんですけど、カマキリっていうのは、おとといから、なんかずっと卵産まなくて、で、なんで今日産んだのかって、ちょっと考察したんですけど、おそらく、こっから重要な話です。カマキリの卵産ませたい方は必須ですね。おそらく俺が考察するに、おととい、俺が何したかっていうと、ここの中に、飼育ケースの中に、この小皿をね、もうちょっとでかいプラスチックの小皿に水を入れてたんですよ。まあ水飲むかなと思って入れてたんですけど、一切飲まないんですよね。一週間ぐらい経っても。こいつが水飲んでるところ見たことないんですよ。で、おそらくカマキリっていうのは、もう水を直接池とかで飲みに来る生物ではない。で、雨とかで体に当たったやつとかを、こうクシクシして、まあ飲んだりとか、で、葉っぱについた、まあ、梅雨とかを飲むっていう習性があるのかわかりませんけど、そういう可能性があります。だから、こういう飼育ケースの中に小さい、小さいね、皿とかに水を入れておいても、多分水は飲まないんです。
で、俺はどうしたかっていうと、普通に霧吹きでブシブシね、カマキリに水をね、ビャビャビャって、もう完全にカマキリの頭めがけて、ブシブシブシって、霧吹きで吹いたんですよ。そしたらね、普通にね、めちゃくちゃ飲むんですよ。で、ここら辺に、この、飼育ケースのこの側についたやつとかも、必死こいてね、飲み始めたんで、くっついてるやつ、水をね、必死こいて飲み始めたんで、こいつ相当喉乾いてたんだなって思いましたね。ちゃんとね、小皿にね、入れておいたんですけどね、多分それに気づかないということですね、カマキリ君はね。そこまで知性が発達してないのか、わかりませんが。だから、それで、おととい水やって、昨日も水ブシャブシャってかけてやったんで、おそらく水分が足りないと、やっぱり、この卵自体のこの、卵って最初、やっぱり、泡ですけど、泡ってんのは結局水ですから、元は水ですから、ね、でも乾けばまあ、こういうスポンジ状になりますけど、おそらく水が足りないと、水分ですね。水分が足りないと、卵っていうのは埋めねえんじゃねえかという考察がありますね。僕の勝手な考察ですけど、ね。まあなんで、まあ、卵を産ませたい方はね、まあ、僕、ミルワームしか与えてないんですけど、与えてない、ミルワームぐらいしか基本的に餌は与えてませんけど、おそらく餌の問題ではなくて、水分の問題ではないかと思います。まあ、毎日ね、水分をね、与えた方がいいんじゃないかな。まあ、霧吹き、与えた方がいいっていう感覚はありますね、僕は。まあ、ということで、まあ、ここまでは考察です。家庭の話ですけど。まあ、まあいいです。で、お待ちかね、餌タイムですね。お待ちかねのミルワームタイム。ね、卵を産んだカマキリっていうのは非常に寿命がね、短くなる、おそらくなると思うんですよ。これなぜかっていうと、カブトムシとかもそうなんですけど、交尾すると寿命が少なくなるんですよ。まあ体力を消耗する。で、卵を産んだメスとか、それも非常に寿命が短くなる傾向にあるんで。まあ、そこから考えると、まあ、カマキリも、おそらく昆虫なんで、だからおそらくというか昆虫なんで、まあ、ほぼ間違いなく、はい、ミルワームくんですね。おそらく間違いなく、寿命が少なくなるはずなんで、まあ、ちょっと、ね、栄養をつけてもらう。はい、カマキリ。ほらほら。ほら。ほら。痛い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 俺の。痛いー。痛い。俺、食うな食うな痛い痛いあ痛いあ痛い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 助けて痛い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 助けてめっちゃ痛いカマキリ噛まれた食われた今思いっきり俺の噛まれたわ、マジで。これ餌だと認識してるだろ、おい、お前。ほら。離せって。あ痛いマジで話して本当に痛い俺、本当に痛いから、口、カマが痛い、今。本当に話して、マジで。カマキリ、おい、本当に話さないと俺死ぬわ。マジで痛いから、本当に食い破られるわ、マジで。本当に。いった、カマすっげえ強え。さっき噛まれたんですよ、僕。カマキリに。ほら、離せ。ほら。離せって、マジで。離せって。言ってって。痛い、痛い。痛い、痛い。あー痛いよ。カマキリ本当に痛い。これ冗談じゃなくて痛い。カマがね、本当にね、本気出してくんのよ。おそらくね、卵を産んだことによって、相当腹が減ってるんでしょうね。めっちゃくちゃ。やめてよ
マジで。いって。マジでいて。半端ねえ、こいつ。いって、カマキリがこんなに凶暴なんと思わなかった。いって。マジで噛まれた、本当に。俺、この指をさ、餌だと思ってさ、本当に食ってくんのよ、マジで。カマキリで、カマで本気でこう、ガシってやってさ、あのさ、思いっきりさ、牙でさ、噛んでくるのよ。ほら、お前これだ、お前の餌これだろ、ほら。俺。ういちゅ。お前の餌これだろう。ああ、本当に死を覚悟したな、ちょっと。恐怖を覚えたわ、カマキリに。いってえ、マジで。いってえ、マジで。本当にいてえ。あのままだったら俺本当に食い破られてたもんわ、カマキリに。カマキリに俺自身の、肉を分け与えるところだった。本当に、やべえ。カマキリ、やべえな。結構力強えな、マジで。やっぱ、オオカマキリ。はっは。本当にオオカマキリに、本当に俺肉食い破られるとこだったよ、本当に。指のさ、皮ちょっと、若干血出てないけど、赤くなってる。もうカマがすっげえ痛え、マジで。やっぱ、卵産み終わったからすっげえ腹減ってんだろうな。ああ、危ねかった。マジで。ちょっと死を覚悟した、自分。死を覚悟した。カマキリに。やべえ、カマキリに指食い破られると思った、今。ほんとに。だってさ、こうやってさ、胴体持つとさ、こうやって引っ張るわけにいかないよ。もう引っ張った、思いっきり引っ張ったら多分、ぶち切れるね。カマのその力がほんとに強い。ああ、思った以上に強いわ。実体験したわ。体験した、本当に。やっべえ、マジで。カマキリってこんな強かったんだな。本当に、思った以上に強い。まあ、思った以上に強いっていうか、本当に思いっきり、右手をこう、ブイってやれば、多分、思いっきりやれば間違いなく取れるんだけど、おそらく、そしたらもう胴体ももげます。ので、ちょっと怖いです。さすがに殺すわけにはいかねえか。まあ、カマキリの卵、こちらね、来年の春、4月ぐらいですかね、までずっと、冷蔵庫で保管しますんで、で、ボクチン、未だにまだやったことない、カマキリの幼虫をね、育てたいと思います。4月以降。こちら育てるのにはかなりの、実はカマキリって幼虫育てるの非常に難しくて。というのも餌がね、まあ非常に難しいんです。生き餌じゃないと基本食わない。特にカマキリの幼虫っていうのは、ちっちゃーい生き餌じゃないと絶対食わないんですよ。で、ハエとか、まあハエです。簡単に言うとハエ。ハエとか、ショウジョウバエ。ちっちゃいハエ。ああいう系の、まあ、小さい生き餌を用意する必要があります。だが、しかし、問題ありません。現代社会では、ハエをね、アマゾンでも普通に売ってますんで。はい。ハエ培養キットみたいなの普通に売ってますから。あれを購入して、ハエを培養して、しかも、羽が生えていないハエっていうのがあるんですよ。今、品種改良で餌用にね、羽が生えていないハエです。いわゆる症状バエの羽がないバージョン。なので、飛ばないっていう。てか、飛べないんだよ。羽がないんだよ。品種改良で、羽がなくなったっていう、ハエがいまして。で、そいつをですね、まあ購入して、培養して、増やして、で、与える。カマキリ君に。カマキリの幼虫に与えます。はい、今はもう食い終わりました、ね。ほら。ほら。ほら、ほら、ほら、ウィー、ウィー、ウィー。
あー、痛い。噛まれたー。2匹目。やっぱり卵産んだから、かなり凶暴になってますね、本当に。本当に凶暴ですの。俺の指を食おうとしてるのも、本当にびっくりしたよ。本当に、俺の指をさ、マジでさ、捕まえてさ、本当にさ、口つけてきたもん、マジで。牙で噛んできたからね。本当に。完全に俺の中指をさ、これ見て。ほら。見て、ここちょっと赤くなってんでしょ。ほら。赤い点みたいなのあるべ。ほら。わかるっしょ。これ、鎌に噛まれ、鎌で挟まれたところですね。いってぇ、マジで。マジでいってぇ。卵産んだ後はちょっと気をつけた方がいいですね、皆さん。実験として指食われてもいいですよ、逆に。両爪で伸びるんだったら、ね、ただ痛いですよ。俺ちなみに昔ね、ガキの頃にね、ゴールデンハムスターにね、こうやってさ、ゴールデンハムスターにさ、同じような、今と同じようなことしたんです。こうやって、はいって。で、ここに、ひまわりの種乗せて、こうやって、はいって、やったことがあって。昔、ゴールデンハムスター飼ってたんですけど、はいってやったんですけど、どうなったかっていうと、この中指の、ここの爪、思いっきり噛んできて、貫通したんですよ。ブシャって。ここの爪が割れたんですよ。爪を貫通してですね、血が出たんです。それ以降、ゴールデンハムスターは絶対に飼わないことにしました。恐ろしいですね。絶対に飼いません。ちなみにそのゴールデンハムスターっていうのは僕が飼ったんじゃなくて、飼ってはいたんですけど、もらったんですよね。もらい物だったんですよ。絶対噛まない おとなしい子だよとかって言ってさ、もう飼えなくなったからつってさ、近所からもらったやつなんですよ。おそらく、その飼い主には噛まなかったんでしょうね。ただね、やっぱりハムスターとかね、匂いに敏感ですから、これ別人だなと思って噛んだんでしょう。恐ろしく痛かったです。で、しかもその痛いって噛まれて、もう貫通してですね、こうブンブン、痛すぎて、うわーって言って、うわーってやったんですよ。それでも離れなかったんですよ。こうやって。しばらく離れなかったんですよ。こうやっても。で、まあ、どっかに、それ最終的に離れて、ピューンって飛んでってですね。まあ、うちのじいちゃんが、しりとりを持って、しりとりと、ほうきを持ってね、取りましたけど、それ以降絶対にゴールデンハムスターは飼わないことにしました。やっぱりジャンガリアンだな。個人的にやっぱジャンガリアンですね。マジで。ジャンガリアンなんてなら絶対噛まれても全然痛くねえから。まさかね、ゴールデンハムスターってやっぱでかいでしょ、巨体が。ジャンガリアの2倍ぐらいあるでしょ。2倍か3倍ぐらいあるね、あれ体重。まさかね、爪を貫通するとは思わなかった。血出たからね、本当にやべえと思ったもん。あ、マジで本当にトラウマだわ、あれは。ガキの頃、何歳だったっけな。あれは、小学生か中学生ぐらいの時。あれは本当にトラウマ。いやー、このやっぱオオカマキリは凶暴だわ。さすが日本で一番でかい。カマキリっすね。ほんと多分あれほっといたら普通に
俺のこの指の皮食い破られて普通に食われてたぜ。あぶねえ、マジで。カマキリのためとはいえ、自分の肉を差し出す勇気はないですね。さすがにねえよ。まあ今2匹目あげましたけど、ミルワームね。まあもう1匹は食うっしょ。さすがに卵産んだ直後だから疲れてるでしょ。腹減ってるでしょ。で、3匹あげたらさすがにもういいかなって感じはしますけど、ね、でそしたら霧吹きでちょっと水あげましょうね。カマちゃん喉も乾いてるでしょうし、喉も多分乾いてるでしょうから水もあげましょう。もうこいつは元気だ。こら、はい、やっぱ食いつきが違うな、マジで。昨日、一昨日とは食いつきが全然違うわ。マジで。本当に食いつくな、こいつ。相当腹減ってたんですよね。やっぱり。ガツガツ食うぜ。カマちゃん。餌を食う。カマキリの凶暴さはやっぱり、でもカマキリってさ、昆虫のさ、オオスズメバチに勝つぐらいの、やっぱりあれはあるよ。オオスズメバチに勝つぐらいの強さは持ってるよね。やっぱりね。カマキリとオオスズメバチ戦ったらどっちが勝つかっていうと、大体、半々ぐらいで、勝つか負けるかは結構微妙なんです。ただ、まあ半分の確率ぐらいで勝つんで、やっぱそんだけやっぱり、オオスズメバチっていうのはやっぱり、ねえ、やっぱ最強と言われてるぐらいの昆虫なんで、それをもうね、半分ぐらいの勝率を得てるということを考えると、それだけやっぱり、オオカマキリとかっていうのはやっぱ強いんでしょうね。うん。まあやっぱり、ねえ、だって人間をあれだけさ、恐怖にさらすオオスズメバチに、まあ勝つってんだから、やっぱり、まあ半分ぐらいの確率で 50%、勝率 50% ぐらいの確率で勝ってんだから。まあ俺も詳細なところはわかんないですけど、どうなんですか。ちなみにオオスズメバチとか、オオスズメバチのと戦って、だいたいほぼ 100% 勝つのがカブトムシですね。ほぼ 100% っていうか多分 100% ですね。で、ちなみに9割方勝つのが、塩屋アブっていうアブです。皆さん知らないと思いますけど、実はね、かなりの塩屋アブっていうのは恐ろしく、ハンターらしいですね。俺ググったんですけど。オオスズメバチとかね、早くて、で、一瞬にして、捕らえるらしいですね、アブ。塩屋アブっていうアブなんですけど、相当強いらしいです。やっぱり昆虫の
一番強さ決定戦みたいなのってやっぱりカブトムシが、まあ、ほぼ間違いなく1位でしょうな。あ、うまっ。うまいっすね。僕も今ちょっとつまみと酒を飲んでますけど。ああ、痛かった。本当に痛かったわ。本当に痛かった、中指。本当にさ、俺のさ、中指完全に、だって、あれだよ。カマキリって実はヘビも食うからね、こいつね。うん。ヘビを食うカマキリもいるぐらいだから、俺の指ぐらいだったら余裕で食うだろうな。間違いなくな。間違いなく俺の指ぐらいだったら余裕で食うぜ。俺の指ぐらいのこの、こんぐらいの細さのいわゆる幼体のヘビだったら普通に食うでしょうね。そんぐらいやっぱ凶暴です。カマキリは。あれでもやっぱりあれだわ。かなりあれですね。お腹へこみましたね。うん。かなりお腹へこみましたよ、カマキリ。あれしたから、卵産んだから。なんか物足りなそうなんで、もう一匹あげますか。ほら。はい、落ちた。あ、痛い。痛い、痛い、痛い。痛いよー。痛いよー。ミルアームの代弁してます、今。痛い痛い、あ、そこそこ、お腹食い破らないで、もう、そこ、あ、おへそ、そこれ、おへそだから、それ、あ、行く行く。行く、そこ、肛門、肛門、取れて、肛門だから、痛い、痛い。あーん、それ、チンコ、チンコ、それ、チンコだから、お願い、そのチンコはやめて。チンコだけはやめて、行く、行く。あー、そんな刺激しないで、行くー。さすがにもういいだろ。4匹食えばもういいべ、さすがに。まあいいや。完全にこの雑談タイムです。もう4匹食わせればもういいべ。やっぱかなりお腹細くなってますもんね。うん。なんか平べったくなりました、お腹。前に比べるとね。お腹、ほら、平べったいですよね。見ればわかると思うけど、うん、かなり平たくなりました。個人的にはもうちょっと産んでほしかった。3分の1、もう3分の1足りないだろうっていうぐらい。もう3分の1踏んで欲しかったな。まあ、多分俺が悪いんだろうけどな。やっぱ眼下にちょっと敵がいると思っちゃったんだろうね。まあ、当然俺がここら辺歩き回ってたから、眼下にちょっと危険があると思っちゃったんだろうね。そんでちょっと中断しちゃったんだよ。おそらく。はい、もうそろそろ食べますね、こいつ。じゃあ、ね、これ、霧吹きね。霧
霧吹きを用意しまして。まあ、霧吹きは別に水道水でも問題ないでしょ。うん。多分。俺はちょっと保証できないですけどね。普通に水道水でも問題ないと思います。まあ、組み置きの水だったらもっと問題ないと思いますけど、実は組みの、あ、これ、ググった結果ですね、組み置きの水ってね、実は大して、安全じゃなかったらしいです。組み置きの水っていうのは直射日光に当てて、24時間、まあ、経てば、余裕で消えるんですが、室内で組み置きの水を放置して24時間だと半分ぐらいしか消えないみたいですね。塩素がね。うん。これ俺もググったら、昨日知ったんですけど、全然知らなかったっすね。うん。もう普通に部屋でさ、日光当たんない暗いところに、でも、全然24時間放置すれば 100% 抜けるもんだと思ってたんですけど、全然半分しか抜けてないらしいですね。塩素ね。だからほんと心配な人は塩素の普通に軽き抜き使った方がいいです。うん。俺もだって、ザリガニのさ、水替えするとき、今日水替えしたけど、水、だいたい24時間置いといたんだけど、多分半分時ぐらいしか抜けてねえから。まあ、軽き抜き使ったもんね。ただ24時間置くことのメリットとしては、やっぱ、温度が合わせられることかな。うん。だけどやっぱ安心はできないです。それで死ぬ個体もいるみたいですから。軽き抜きっていうのは、24時間放置したぐらいで、本当に、外で、外に、直射日光当たるところに、だいたい6時間。6時間直射日光が当たるところに置けば、てか直射日光に当ててれば、6時間ね。そしたら、それすれば、完全に抜けるみたいです。ただし、直射日光に当てない場合は、24時間置いといても、まあ、半分しか抜けない。うん。らしいです。まあ、ググれば、出てきますけど。うん。まあ、だからあんまり過信は禁物って感じですね。はいはい、カマキリちゃん、ほら、こっち来い。よし。じゃあ、ね、カマキリくんに水をあげましょう。カマキリくんではない、水。ちゃんです。あれ水飲まねえな、これ。こんなんだ。お、ジャンプした。おお。ジャンプしたの初めて見たな、こいつ。あ、でも大して飲まないね。なんか、あれ？ミルアームって、水分 60% ぐらい含んでるんで、もういらないのかな？もしかすると。水分60% ぐらい含んでるんですよ。ミルアームって。まあ、芋虫とかもそうなんですけど、芋虫って基本的にほら、潰したりするとブチュって水みたいなの出るでしょ。だからほとんど水なんですよ。あーでもやっぱりだいぶお腹ちっちゃくなりましたね。カマーカマーって感じ。
大丈夫かな？俺さっき言いたくて引っ張ったけど、なんか、やばくないよね。やばいことになってないよ。大丈夫かしら。はい。はい、バリケード。よし。はい、ということでね。皆さん、長々とね、ご視聴ありがとうございました。